今日はこれ金切りのこぎり買ってきたんで、これでここに打ち付けられてる釘を辺のやつを切っていきたいと思います。はい、一応全部釘抜き終わりました。こんな感じで、こんな感じでちょっと先端もほぼないですね。刃がなくなっちゃってて、これちょっとこの厚みがあるんで、この厚みの分こうここは使えないんで、こういう形で切る形なんですけど、で最初ここだけの幅でこう切ってたんですけど、もうこれだともう全然刃もダメで丸くなっちゃって切れなくて、で反対側にしてやったりしたんですけど、やっぱそれでもこの長さですよね、この長さが全然足りなくて、ちょっと考えてやってみたら、でここのネジを緩めてちょっと長くしてやると使いやすくなります。ちょっとやってみますね。こんな感じでちょっと伸ばしたんですけど、こんぐらい伸ばしてやると思う。これ切るときも この幅で使えるんで、かなり楽になりますね、切るのも。で刃もこの先っちょだけじゃなくて、ここ全部で使えるんで、なんで最後の方はそんな感じでやってたんですけど、まあちょっとやっぱりこの釘切るだけでも結構ボロボロになっちゃう形でしたね。